ビオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオ、坂と音符と地面と私へ。なんか聞いたことのあるフレーズだなと思ったら、部屋とワイシャツと私っていう昔の曲があるんですよね。まあみんな知んないよね。まあ僕も全然知んないんですけどさあ早速始めていきましょう。ゴリ押しでいけると思うなよ。多分これね、ゴリ押しでいけんじゃないかなって思うんですけどね。部屋とマリメとひよこの私、一回地面から離れたら着地しないでゴールか。これはもう普通にいけないよね絶対普通にいけないと思う。一回地面から離れたら着地しないでゴールってことはジャンプしなきゃいけないと思うんですよね。じゃがみちゃんで行くんじゃないのかな、こういう風に。うわ難しい。多分それをね、ちょうどいい隙間のところでしゃがみジャンプでこうする。うわ違うのかな。っていうか入れんのかな、これ。ちょっと入れるまで試してみていい。こっからしゃがんでくるりん。うわ入れたけど、これ地面に当たってしまうよね。ジャンプしていけないかもしんないね。なんで走っていってみます多分マリオそのまま頑張って、もうちょっと頑張ってくれないかなマリオ手あげていいから、音符を掴んでいいから、手でもうちょっと頑張ってくれないかな。それじゃあ次は音符の左下ぐらいでしゃがみジャンプのくるりんでいってみようか。ほっ、うわ今行けなくない、地面から離れてないやんか少しずつ前に行くみたいな。いやダメだね、押し戻されるね。うわどうしよう、反対向いてみる。あ反対向いたらさ、ほらちょっと奥に行くんだよね。この奥に行った時にジャンプしてみる、それがいい。反対向いて奥向いてジャンプ、うわ難しいじゃあ反対向いて右にダッシュしてみようか。反対向いて右にダッシュ、まあ、ちょっと今行けそうじゃなかった。マリオがちょっと右に行った瞬間ジャンプ、そして音符ブロックに押されてゴールポールにね当たれるっていう感じだと思うんですよ。ちょっと見ててね。やったこれで合ってたね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、レニー&レリーセ、はいカッコトロールということで、このコース日本語に訳すとレニーとレニーはこう言っていました。はいはいってなんだよって話なんですけど、そしてレディって誰だよっていうね話でもあるんですけど、このコースの日付見てください皆さん、2021年10月11日、めちゃくちゃ最近のコースなんですよ。ちょっと前ぐらいにねこういうコメントをいただいて、トロールコースは日々進化していって最近のトロールコースは面白いですよっていうコメントだったんですよ。なんで詳しく探すから最近のコースを選んでね探してったんですよ。そしたらこんな面白いコースに出会いました。早速やっていきましょう。クリア率は 1.19%。 レミーはわかるんだけどさ、レミーって大体なんだろうね。さあそれじゃあレミーこっち来ないのね邪魔ねえな、そこでずっと閉じこもってろ。いや待って、僕を閉じ込めないでそれじゃあここはスタートした瞬間に右にダッシュ、これでいける感じでしょよっしゃさあ次に行きましょう。あ今回は暗いんだね。暗いコースってなかなかしないからね、ちょっと戸惑ってはいるんですけど、ここ左下ってなんか書いてるんで、左下になんかあるんでしょう、頼む。本当にやってた、これはいけるんじゃないの。やったー、キノコ取って脱出できましたね。ここでブロックを壊す、そんで上の扉に入る、こんな感じでしょう。今日調子いいんじゃないの。さてここで下に行くのかな、どうなんだろう。バブルは出てこないな、じゃあこのまま一旦下行こうか。やったね、嘘ヒントって書いてる。うわちょっと待って、このヒント見えないな。下行ける、下行けないな、下は。いやここまでは分かってんだけどな、このヒントの意味が分かんないね。あ分かった、右下にはファイヤーボールが出てくるっていう感じかな。じゃあここは一旦キノコになるでしょ。そしてこの右下にファイヤーフラワーが隠されてる、やったそういう感じだね。そしてさっきの右側に行けるっていう感じでしょ。来ました来ました、このまま溶かしすぎたいやこっちは絶対違うよね、死に耐久から。何なんだろう、頼む
新耐久で会ってくれレミーだけじゃねえかそれじゃあ次は溶かしすぎように行こう。一旦壊すでしょ。でここも溶かして、で次この下を滑っていくひどい落ち、ひどい落ちそれじゃあ次はバネで引っかからんようにしていこうか。このバネを回避します。こうよし、回避できた。回避したらダメじゃねえかじゃあここは左にすぐ走っていこうか。オンオフをしてすぐ左に走っていく。これでいいでしょいやーいやーいやーいや、いつも思うんだけどさ、初見の方がさこれ見たらやばいよね急にいやーいやーって言ってるんだよ。ここしゃがんでよく、そしたら次に進めるっていう感じだったね。さあこれでいいでしょう。で左のファイヤーフラワーは取っておかなくちゃいけないと思う。そうせなね、右下の氷は溶かせないもん。なんで、あーね、ジャンプしていけっていう感じから、こう、これでいいでしょ。待って、ジャンプしすぎたじゃあここは一番左下が壊れなかったんで、一番左下に一旦乗ってジャンプして、このフラワー取って右に逃げる。これが正解でしょ。そしてワイヤーで溶かして上のブロックを壊す。魚それじゃあここは2つ目のブロックが魚だったんで、この魚を焼き魚にしますでここでオンオフで左に行ける感じか。右怪しくない？あ、絶対右はないか。でこのまま上に行って、うわいっぱいあるな行くところが、何もしないで右に行く。これが正解でしょ。左のアイテムは罠と信じよう。でここでオンオフするでしょ。ほらファイヤー取るなって書いてる。これ熱いよ。でこのままどっち行く？上、どうなる？キノコは取れる。キノコライス中間ポイント取れました。魚を避けれましたね。さあこのピーヨンがなくなるまで待っておきましょう。これさ、下に行くんじゃないの？絶対そうでしょ。なんで上の扉に入るのが正解だと思うんだよね。こっちが正解。え、これ下の方が正解っていうことかな。いや下入れんもんね。うわどうしよう、降ってくるんでしょ。上にこうやってすぐ行けみたいな。あ、なるほど。うわキノコ絶対いるやつじゃねえか。じゃあここはキノコを取ってすぐ右に行ってる感じだね。ここでオンオフが変わるのかな。叩きます。うわ何も変わんねえか。あれファイヤーがいるよね。ここでバブル、バブル左2分の1外すなよ。じゃあ次は右に逃げます。ここに追っておいたら大丈夫。そして右に降ってくる感じでしょ。分かってるんだって、そんなことは。じゃあここでオンオフをしてこの土管に入っていきます。さあどんな罠が次はあるんだろうね。まあ、走って行っていいと思わない？素直に走ります。なーに、オッケー、大丈夫大丈夫、こっちに逃げれば大丈夫言われたけど、あれね、この土管入れないぞ。ここどうしよう。右に走っていくしかないよね。そして下にちくわブロックがあるじゃん、あれに乗ってっておこう。ここに逃げたら大丈夫。オッケー奈落の底へ落ちれじゃあこのまま右行ける感じだね。オッケー、そしてこのドアに入る感じか。チャッチャッチャッ、こんなお遊びはいいんで、さっさと進みましょう。ここは、あ、キノコ取っていい感じ、いい感じ、騙されたと思いました。オッケー、もう騙されたと思いましたけど、ここはキノコは取らなくていい。滑っていけるはずだよね。さあ滑ってパックを倒して、何、大丈夫、今のはうまかったんじゃない。でここでオンオフをして、パックンが右にすぐ来るんだと思うんだよね。なんで左に走ってこのドアに入る。これが正解だね。ここは右、あぶねえ、クリボーやられるとこでした。さあクリボーおいで、倒してあげるから、おりゃじゃあこのままドクロコースター乗っていこう。さて最後の中間ポイントが見えるね。この中間ポイントは取れるかな。取れる、あれ左に行けって感じ。それはわかるかじゃあここはドクロコースターに乗ってギリギリまで行くんじゃないのかな。そしたら右に行ける、そういう感じだね。やった、ありがてさあ次に進みましょう。待って、この子がレディーなのかい。可愛くねえことするじゃねえか、その見た目のまんまじゃあここはすぐ右に走ってレディーを避けます。あれレディーで合ってんのかな。でここは P スイッチをして右に走る。あれ違うの嘘でしょ、なんかドアに入る、もう戻された、嘘でしょ、
いやー戻されてる。ヒゲムーンウォークちゃん。さあ無事中間ポイントね2位まで戻ってきたんですけど、こっから上を進化かな。間違えた。B を押して何もしないが正解。そうでしょ。よっしゃこれで右に進めるんだ。あのキノコは取るべきか。取るべきだね。取ってオンオフ押そう。こういう感じでしょ。あー危ねえ。ナイス反射神経で、ここで上に登って左なんかいる。あ、ここはキノコを取っておいて正解っていう感じだったね。で、ここでオンオフかな。オンしてすぐ右に行きます。あぶねえ今。あーこのファイヤー絶対いる。次に何が待ち受けてるんだろう。ほねー。それじゃあここはオンオフをしてファイヤーを待っておく。これで次のステップに進めるんだと思うんだよね。さっきの骨に当たれるもんね。そしてすぐ上に行く。来た。待って、魚は邪魔くせー。合ってんのかな。これで次に進めるのかな。え、ブブー言われたけど大丈夫。あはははなんかやばそう。レビーいや面白い罠引っ掛けてくるね。ここの魚に当たったらいけなかったんでしょ。そして左上に行く感じ。うわどうしよう。ここはしゃがんで右に引くね。いけね。じゃあ当たって上に行きます。そのまんまオンオフをして左を失敗するね。左を失敗。大丈夫。これ絶対合ってたでしょ。この下まずいでしょきっと。さっきのレミーのところ連れて行かれるパターンでしょ。じゃあオンを押してこのまま右行きます。ドカン気になるな。あ、これ取っておかなきゃいけないんじゃないのね。このファイヤー絶対いるでしょ。で上にジャンプしてここ左。うわどっちだろう。右行ってみる。うわチビのまんまじゃないとダメみたいな感じか。しかもここ死に耐久じゃねえか。この死に耐久は一番右行ったらいいっていう感じだね。でもそんなに難しくないと思う。ここは見ててすぐしゃがんでジャンプジャンプで、ここもすぐしゃがんでジャンプジャンプ、ここもすぐしゃがんでジャンプジャンプ、ここすぐしゃがんでジャンプジャンプ、イエーイファイヤーを取ったらいけなかったんだね。でこのまま上に行って先に進める感じか。これは叩いてすぐ右に逃げます。ここくそ悔しいじゃあ次はこのキノコに釣られんようにするね。多分取らなくていいと思うんだよね。でこのまんま、いや取ってみる。一回取っていってみる。これあ取ったらいけないか。多分次に進めない。この先進めないんだよね。ほらバーがあるから。じゃあこの青ドカー入っていきましょう。もうそろそろゴールから。ゴールがあるよ。これはゴール、ゴールくそえこれ頼む。なんかで破壊して。うわどうしようもないの。ここどうしようもない感じだね。ここ行ったらどうなる。またお前かそれじゃあ次は絶対ゴールできるよ。あのキノコさえ取ればゴールができる、そういう感じでしょ。この辺だったよね。ほっきたどうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてイオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。